劇場版ご機嫌帝国でーす。元 AKB48 の白畑一穂です。美味しい水素水を売っているポンタペロでーす。はい、あいこ覚えてもらっていいですか。オメガニバースギャラクシーウルトラハイパーアースデストロイデスキングダムキングオーメン初詣ホノです。インド人の星志穂です。 iPhone カメラの企画をしたいと思います。今回ですね、ご規定メンバーとスタッフの、 歴代 iPhone をかき集めまして、うん、iPhone6 から iPhone11 Pro までを用意しました。ただちょっと今回ですね、 iPhone の7だけが使える状態のものが見つからなかったんですけど、まあ、6から11 Pro までの、7以外の iPhone の、今回の動画をちょっと比較してみたいと思っております。はい、6、6S、8、10、10S、10R、11 Pro という iPhone が揃っております。おーい、まあ、iPhone 11 Pro はね、一番最新のやつで、もう今までの iPhone の中で一番カメラの性能がいいって言われてる iPhone。 3つあるもんね、カメラ3つあるの、ね、そう、まあ、11 Pro に、ね、なった時にどれぐらい画質が良くなってるのかっていうのが気になるので、ちょっと動画を比較していきたいと思います。イエイ、ゴーゴー。というわけで、iPhone6 から11 Pro まで、踊って動画を撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。たくさん踊って疲れた。いや、それはそう。それはそうですよ。何回も踊ったよ ね。でもだんだんさ、やっぱり画角が広くなってたな、iPhone11 Pro の感じで。ねー、すごい、ね、なんか、なんだろう、普段撮ってると多分ちょっとずつ変わってるからあんまり気づかないけど、いざ見比べてみると、結構6とかも上もギリギリっていうかもう横も結構ギリだったし、なんか逆に11 Pro はなんか普通の1倍の時も結構綺麗だし、なんか広角とかやばかったよね。いや、広角すごかった。広角めっちゃ広くて、なんか思いもよらぬところとか映ったかもしれない。めっちゃやばいやばい、これ映ったけど片付けた片付けた片付けた。で、逆になんか 0.5 倍の近くなるやつだとめっちゃ綺麗に近くあれさ、めっちゃ一生懸命踊ったのにさ、映ったら踊んなくてよかった。綺麗だった。さすが iPhone11 Pro ということで、ぜひぜひ iPhone をね、これから変えようかなと思ってる方は参考にしてみてください。はい。
というわけで劇場版ご機嫌帝国チャンネル登録者数5万人を目指して動画をアップしております。5万人に行ったらほのとしほの仮面が外れて4人で企業に行ってきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。何もかも全部やめちゃおう、明日から何としよう、何もしないもしよう、朝日と共に